リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。本日はね、報告がいくつかあって、このように動画を回しております。まず報告1。ハルくんとうららちゃんがですね、帰ってまいりました。エンセファリトゾーンというね、うさぎがかかる病気にちょっとかかってしまったみたいで、その療養をね、1ヶ月半ほどですね、してたんですけれども、ようやくお家に帰ってきました。でね、ハルくんはね、ちょっと痩せちゃってね、今手に乗っかってるのははるくんなんですけどね、ちょっと痩せちゃったなっていう印象です。手とかね、足とかはねがっちりしてるんで、やっぱりちゃんと大人としてね成長してるんですけどね、顔とか体とかがねなんか幼い感じが、まあもともとこの子幼いような顔はしてたんですけれども、なんかその印象が強く、すごいちっちゃい子っていうイメージでございます、現状ね。ただ元気ではありますので、ちょっといっぱい食べて、今マシュマロをね手の中で食べてもらってますけれども、まあ、またね体力回復してもらおうかなというところです。抗生物質をね飲んでたので、少し体力をやっぱり使っちゃってるみたいですね。でうららちゃんなんですけれども、ちょっと動画には映せないんですが、ちょっと環境がなんていうのね、1ヶ月ぐらい違う環境に行って、それで帰ってきたっていうのもあって、少し荒れています。なので、ちょっと今現状映せないってかね、そういう状況ではあるんですけれども、落ち着いたら、また、動画にね、出てくるかなと思います。初めてですね、うららちゃん、噛みつくこととかなかったんですよ、今まで。なんですけれども、思いっきりガップッと噛まれまして、血が出ちゃって、っていう状態です。今カメラを持ってる右手の骨、親指の側面をねガブッとされてしまいました。なので落ち着くまでちょっとそっとしておいて、環境に慣れてきたらまたいつものようにポーチに入れたりだとか、一緒に遊んだりっていうのを少しずつやっていこうかなと思います。はい、そこが報告の1。次が報告の2、ハロくんとギョロちゃんですね、のペアがいるんですけれども、そのギョロちゃんがですね、ご解任されておりまして、というかまあもう生まれてはいたんですけれども、子供が生まれておりました。でちょっとねはみ出ている状況で、お腹の育児のからちょっとねこれからどうなるかっていう心配な部分もあるんですけれども、私はまずね彼らをね見守っていきたいと思います。まあ、もし万が一ね途中で成長できなくなってね、お子さんというか子供がねお腹から出ちゃってっていう風になったとしても、それを受け止めてやっていこうかなと思っております。まずは、お二人に任せて、私はそっとしておくようにしようかなと思っております。で報告の3。先日山椒のね動画上げさせていただいたんですけれども、山椒とイモリね、その時にお迎えした1匹がですね亡くなってしまいました。お迎えした子がですね、沖縄シリケンイモリ3匹をお迎えしたんですけれども、その3匹のうち1匹のルフちゃんがですね、亡くなってしまいました。カラフルから取って、カラフルっていう英語をね、ちょっと読み替えとかをして、カルちゃんと、ローくんと、ルフちゃんっていう形でね、名前を付けたんですけれども、その、お譲りいただいて、友人からも最初から言われてはいたんですけれども、まあ、見繕ってくれまして3匹を。で、そのうちの1匹が、もしかしたら弱いかもしれないと。私の家に送ってくださる前にいたタイミングでも。ただ、すごいカラーが綺麗な子で、ちょっとこの子にするよっていうふうに見繕ってくれていて、で、実際に、うちに来た時も少しですね、痩せていったりっていうのと、後ろ足の右の付け根かながですね、傷ついてまして、でもしかしたら噛まれたんじゃないかと、そんな跡がねあるっていうお話でした。で噛みつかれた跡っぽいのがあって、ちょっと皮が剥がれてね、少し中の肉が見えていたっていうことで、最初送るかどうか悩まれてたんですけど、そのブリーダーさんも、ブリーダーさんというよりは個人的にブリードされてる方なんですけれども、ですごい悩んだものの、いやーこう餌食いとかも今の見る感じ大丈夫そうだから送るねとは言ってて、でちょっと遠方に住んでるんで郵送で送ってくれたんですよね。でうちに来たタイミングで実は結構弱っていて痩せ細ってたんですよね、うちに届いた時には。でそっから3日4日ぐらいですねしてから確認するとなくなって動かなくなってしまっていて、でその傷の部分を見るとですね、私が最初見た時よりもちょっと皮が剥がれて中の肉の部分が見えていて、で一応そのお譲りいただいた友人にもう確認というか電話をして、もしかするとその肉の剥がれた部分、この子たちってその虫とかの匂いとか内臓の匂いとかそういうねちょっと血生臭い匂いじゃないんですけど、そういう匂いに反応して餌を食べることもあるみたいなんですね。っていうのでその皮が剥がれたことによって中の血の部分っていうのの匂いを感じて、興味本位で食べれるものかもって思ってパクッとしちゃったかもしれないっていう話だったんですよね。で山椒とかイモリっていうのは外気温とかっていうその気温的な部分、あとはなんだろうな環境的な部分っていうのの適応能力は強いんですけれども、そうやってなんだろうな攻撃をされてしまったりだとか外傷を負ってしまったりっていうことに対するのはちょっと弱いみたいで、刺激が強いってことですね。でまあその子によっては腕とかなくなっても再生したりっていうことをね再生能力っていうのも高いとは聞いてるんですけれども、やっぱりそういうなんだろう一点の、ね、傷とかを責められたりっていうところには弱いみたいで、なんかねもしかしたらそれでこうやられてこう体力的にも弱っちゃったんじゃないかっていうお話でした。残念ではあるんですけれども、まあ、私が郵送してもらったっていうところもね悪かったかなと。少しちょっと無理してでもレンタカーとかでも借りて、私車持ってはいないのでなのでレンタカーとか借りてまあ、3時間4時間ぐらいで着くところではあるので、迎えに行ってあげた方がもしかしたら良かったのかなって、郵送よりはっていうのと、そういう外傷がねあるっていう状況だったので隔離をしてあげて別で飼育してあげるっていうのも一個の手だったかもしれないです。ちょっとね、いい報告と悲しい報告とかね、ちょっと重なってはしまったんですけれども、まずはこの今残っている4匹をね、大事に育てていこうかなと思います。ちなみにこの4匹なんですけども、かなり仲は良さげですね。今もこうやって4匹一緒にいても、特になんか攻撃したりってこともないですし、なんかのんびり過ごしております。まあ、今イモリは上にいますけど、で今餌はねいつもわらじあげてたんですけど、ご友人とねそのお譲りいただいた友人ともお話ししてて、少しずつ人工飼料に慣らすのもいいのかもっていう話で、でその人んちでも人工飼料に慣れた子っていうのはいるんですけれども、人工飼料に慣れた子はねその方のお気に入りの子になるので、そういう子をもらうのはねちょっとあれだったので、そういう子ではない子をねいただいた状態にはなるんですけれども、慣れさせ方としては赤虫とかをこういう風に入れて、でプラス一緒に人工飼料をね下に埋めるっていうか置いといて、まあ、自然とねまず餌だよっていうのを認識してもらったり、食べてもらうっていう認識をねしてもらうっていうのがいいかもしれないと、そういう風に慣れさせたみたいなんですね。プラスまあ、YouTube でもね、ちょっと見させていただいてて、ラフチャンネルさんがですね、沖縄シリケンイモリの餌のお話ししてるのがあったんですけども、その時に、赤虫と人工飼料で、人工飼料を間違ってね、赤虫と思って食べちゃって、っていうので、少しずつ慣れてきて、で、ラフチャンネルさんのね、シリケンたちは、もう扉開けると餌だと思って出てきちゃうぐらい可愛い子たちだったんですよね。なんで、そういうのもあったので、そういう慣れさせ方を少ししていこうかなと。思ってます。まあ、ただあまりにも餌食いが良くないなとかっていうのがあれば、今繁殖させてるわらじ虫は全然餌として与えるんですけれども、まずゆっくりこういう感じで毎日、ちょっと水入れて、赤虫と人工飼料。今肉食魚用のキャットっていうね、床面に沈む餌をね、一緒に入れてて見えるかな。あそこにあるんだよね。を入れてるんですけれども、まずは食べてもらえるかどうかっていうのを確認しながらね、ちょっとやっていこうかなと思います。まあ、ただこの子たち全然痩せ細ったりとかはしてないんで、問題はないのかなとは思ってるんですけれども、少しの人工飼料に慣れてもらえるようにしていきたいと思ってます。あと、理想としてはね、ピンセットからご飯食べてくれたら可愛いなっていうお話です。これはもう人間のエゴのお話なんですけれども。まずはね、この子たちはそれに慣れてもらえるように、私も行動していこうと思っております。ちょっと嬉しい報告、悲しい報告、様々ございましたが、これからも、私のこのね、リービンパラレルをね、ぜひともよろしくお願いいたします。随時、いろんな動画とかアップしていきますので、ギョロちゃんを応援してくださったり、はるくん、うららちゃんの応援、そしてこのイモリのね、ものちゃん、くろくん、そして、かるちゃん、そして、ろうくんをね、応援してくだされればなと思います。まあね、今ここに出てませんけれども、レオパのね、ロペ様だったり、サバンナモニターのシェフィーとね、サニーもよかったら、応援してくださって、見守っていただけますと幸いです。はい、ということで本日はそのようなご報告の動画となります。それでは以上、りんとでした。そして、はると、ものと、くろと、そしてかると、ろうでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ぜひともチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。では、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、りんとでした。バイバーイ。